鹿児島おはら節をおはら祭りの総踊りで踊る、踊り連鹿児島おはら節は、日本国鹿児島県の民謡、おはら節、おばら節、おはら節とも書かれる。鹿児島民謡の代表格とも言われ、鹿児島市で行われるおはら祭り、東京都渋谷区で行われる渋谷、鹿児島おはら祭りなどでは、この鹿児島おはら節の旋律に乗せて、踊り手が踊りを披露する。花は、 霧島タバコは国分燃えて上がるは、お原葉桜島の歌い出しで有名であるが、一番以降の歌詞は歌い手により少々の異がある。お原節という名称の由来には、諸説あるが、最も有力な説に、琉球信仰に従軍した日向国湾、久村の郷氏が戦地で指揮を鼓舞するために歌った、悪説が、鹿児島近在の県領村の郷氏によって歌い継がれ、それらが、 鹿児島県全体に広がり、発祥地である原漁に章を鑑賞して、お原武士と呼ばれるようになったという説がある。その他にも日本各地の港町で歌われていた、お原武士や、お原ら武士が伝わり、鹿児島で広がったものであるという説や、およそ700年前から原漁を発祥として歌われており、旧暦3月10日を中心に開かれていた。 花見会の初日に行われていた霧島神宮参拝の際に歌われていたという説がある。歌詞中に登場する国部。国部平野では古くよりタバコの生産が盛んであったお腹節が歌われるようになったのは江戸時代の初期であるとされている。花は霧島タバコは国分燃えて上がるはお腹葉桜島、鹿児島お腹節一番という歌詞があるが、 鹿児島を原武士が歌われるようになった江戸時代初期には、鹿児島や国部ではタバコが栽培されていたが、その後薩摩藩では、タバコの栽培、喫煙などを禁止する動きがあった。その後も何度か禁止令が出たが、島津家の家中の間でも喫煙をする習慣があり、栽培よび売買禁止令もやがて廃れ、再び国部の地では、タバコの栽培が盛んに行われるようになり、タバコの生産地として、 全国的に知られるようになったとされる。鹿児島県西の表市出身の歌手及び芸者の新橋清造によって1933年から1934年の間にレコード化されたのがきっかけとなり、全国的に流行した。その他にも小林明、くるりなどによってカバーされている。1949年により、鹿児島市制60周年記念として、 鹿児島市にてお原祭りが始まり、祭りの総踊りでお原節が踊られるようになった。1988年に鹿児島市原良町の企業が発祥の地である原良町にお原節発祥の地蔵を混立したが、2011年に企業が移転することとなり、像は犬ハサ町の個人が企業から譲り受け一時的に保管されることとなったが、2012年に 原料情勢町内会が原料2丁目にある原料第2公園への像の設置を計画し、所有者からお原祭り振興会に像が寄贈され、原料第2公園に移設された。また、九州新幹線が全線開業した2011年3月12日より、鹿児島中央駅到着時及び発車時に流れる、車内メロディや新幹線が発車する際に、ホームで流れる発車メロディとして、 鹿児島おはら節のメロディをアレンジしたものが導入された。昭和初期に鹿児島おはら節をレコード化した新橋清蔵が収録している。歌詞におはら節の一節が引用されている。ありがとうございます。